さんこんばんは。今日は練習嫌いのための処方箋をご紹介します。家庭での練習が難しいのでピアノに向かう気がしないでは残念なことです。簡単な曲をユニゾンやオクターブで楽しく歌いながら弾いてみることをおすすめします。平音記号が難しいとどうしてもピアノは難しいから楽しくないという風になってしまいます。それではとっても残念だと思います。今日は簡単な5音だけで弾くペンタトニックというスケールと沖縄琉球の音階、民謡演歌の音階をご紹介します。もし練習曲が難しくてピアノに向かう時間が取れない、ピアノは楽しくないと思った時に試してみてください。これはピアノがとても楽しくなる魔法の処方箋です。ペンタトニックスケール。歌手がよく使っているコード進行、音です。民謡や演歌の曲が弾きたいなと思ったらコードネームを理解すればすぐに伴奏もつけられます。民謡演歌の音階です。これも沖縄には三線、三味線という楽器がありますが、沖縄琉球の音階です。おすすめの処方箋です。練習曲、平音記号が難しいからピアノは難しい、これはとっても残念なことです。特に簡単なスケールで自由に歌詞を作って弾いてみる、もしくはトニック、サブドミナント、ドミナント、ドッペルドミナントというコードで伴奏をつけられると演奏はとっても楽しく簡単になります。バイバイ。